ジョニーに頼まれて手伝いに来た。ジョニーが？もしかしてお前か？俺じゃない。じゃあ俺か？いや、お前がそんなに気が利くはずない。なんだローラ！ウケる。そのままジョニー劇団とかやってみれば、きっと流行るよ。ね。状況は？俺たちボイラー修理に必要な部品を探してたんですが。今は作られてないっぽくて、だったら一から作ってやろうと思ってクラフトチップ探しに切り替えたところです。成果は？こういう時にチョコボがいれば。あとは任せろ。やった！俺たちが探してるのはボイラーバルブのレシピです。チップを見つけたらそのままクラフトもやっちゃってください。しれっと仕事を増やしてない？よろしくお願いします。チップはどこだ、クエ？お。おお、これです。これでボイラーを修理できます。熱々のシャワーを提供できます。んじゃ。ジョニーも全部見つけたし、報告に戻る？あー、いやそれがあと一人。え、まだいんの？シーサイドジョニーに伝説のモンスター、トンベリキングの王冠を飾るんだって砂漠の方へ狩りに行ったやつが、あいつ干からびてないといいけど。
兄貴、様子を見てきてもらっていいですか。分かった。オンに行きます。それじゃあ俺たちはボイラーを修理しに戻ります。ジョニーのことよろしく頼みます。兄貴、何してるんですか。お前こそ。実は
リフォームの目玉として伝説のモンスター、トンベリキングの王冠をバシッと飾ろうと思ったんですけど、ここから先進めなくて。この先でトンベリキングを見たって情報があるんです。でもここから歩きじゃ無理なんすよ。兄貴、もし砂漠へ行くことがあったら、俺の代わりにトンベリキングの王冠をなるべく傷つけないように盗んできてもらってもいいですか？あとは俺たちに任せろ。まずは砂漠に入る方法を探さなきゃ。でもすぐには無理っぽいね。くぅ、男前がすぎるよ兄貴。ちゃちゃっと王冠盗んできちゃってください。俺いつまでも待ってますから。忘れちゃうと干からびちゃいますから。トンベリキングの俺いつまでも待ってますから。忘れちゃうと干からびちゃいますから。動いていないようだ。登れるかな。余裕余裕。景色を楽しめばいいんだよ。何にもねえよ。ん？あるのはぶっ壊れたマコールだけだ。あ、そっか。バレットはこの辺りに詳しいんだよね。さあ、行こうぜ。ねえねえ、マテリアは魔鋼が固まったものだって知ってる？ああ。つまり魔鋼炉があるってことは
マテリアも。よっしゃ、張り切っていこう。ユーヒ、俺たちはもう仲間だ。勝手な真似すんな。何でも許可が必要ってこと？そうだ。あ、そう。じゃあ歌っていいですか？あ、背中かいていいですか？耳ほじっていいですか？お口っていいですか？ねえ、いいですか？ねえねえねえ、いいですか？あー、うるせえ！全部ダメだ！よくこんな人と一緒に戦ってきたね。でも、いいところの方が多いよ。悪いところが43で、いいところが50みたいな。もう少し差があるかな。バスが45で、丸が50の。ああ、いいわWe'll be right back.
リス、大丈夫かな。ごめん、足重くて。少し休もう。でも急がないと、マテリア、じゃなかった、クロマント逃げちゃうよ。そうだ、私が先に行って偵察してきてあげる。みんなは後から来て。じゃあ後で。後でじゃねえよ。心配だから私も行くね。バレットなんだか様子が変だし。頼む。上で待ってるからゆっくり来てね。うん、ありがとう。
しょうがない。ここからだ。確実に。そっちは任せる。はいはい。これで跳ね返そう。効かぬ。そら。調子に乗る。
備える。行くぞ。さらばだ。どけ。どうだ。沈め。こんなものだろ。
一気に叩き込むまで。くぐけ、この隙に先に手を。そら、終わりだ。なんとかなった。
先に手を突き崩ここで仕掛けるどうだ落ち着くぞ
なさい。やめろ。何はだ。最近の登山者はマナーがなっとらん。山の方、あんたたちはちゃんと話しかけてくれるんだな。いやね、今日はいつになく登山客が多いんだが、誰も挨拶してくれなくてね。
具合が悪そうなクロマントの男たちがいたから声をかけたんだが無視されたよ。ったく登山のマナーがなっとらんよ。念のため。
暴れるぞ。ほら、さっさと降りて。俺たちを追ってきたのか。はい。違う違う、こいつらジュノンで迷子になってたんだよね。回収して運んでたら急に騒ぎ出してさ、だから降ろすことにしただけ。どうして突然騒ぎ出したのか不思議だったけど、まあいっか。考えるのは私の仕事じゃないし。じゃあ、もう帰る？私と先輩は、ね。
や。手を貸せ。任せ。撃たれろ。叩き肌。ここで仕掛ける。ガイブレイター地球。それがいい。迷惑な働き者だね。急ごう、バレットたちが待っている。続いてヒュージマテリアプロジェクトの話をしよう。各市の魔鉱炉で同時多発的に異常なエネルギー反応が検知された。各データを詳細に分析したところ、巨大な生命体が存在する可能性が極めて高いという結論に達した。おー、我が愛しのウェポン。古い記録にその名を確認した。星に危険が訪れると出現する怪物だ。体内に巨大なマテリアを内包する。いや、巨大なマテリアが生体化したというべきか。その存在を知って以来、恋焦がれ探し求めた。まさに星と生命の神秘。この手でなで、組織のひだの奥まで調べ尽くしたい。この科学の目で。なんだ。今回のプロジェクトでその夢も叶う。ヒュージマテリアをこの手に掴むのだからな。やっと
いわ。ヒュージマテリアの人工生成技術はあと少しで実用化できるのよ。もちろんそれは知っている。このプロジェクトはあくまでも天然物の回収が目的だ。ビルのロビーにでも飾りますかな。マテリアなんぞどうでもいいが、抜け殻の方は私が引き取るぞ。ねえ社長、本当のことを教えて。ウータイが狙っている。それを先に言ってくれなくちゃ。ハイデッカー、軍を借りるわね。精鋭を用意してやる。ルーファウス社長。なんだ。プレジデントにはお答えいただけなかった質問があります。同じ質問をしてもよろしいですか。アバランチの活動に乗じたマコーロの爆破、続く7番街プレートとスラムの破壊、共にプレジデントはネオミッドガル計画の一部だとおっしゃっていました。しかし実際にはネオミッドガル計画の根幹をなす約束の地は見つかっておらず、正体さえ…親父は年を取った。そして焦った。あの暴挙の理由はそれ以外にないだろう。いい機会だ。あの件に関しては私も疑問に思っていたことがある。なぜ誰も親父の強行を止めなかった。私はシンラカンパニーを変えたい。より高く、深く、広く、早く、強く、固く。親父と共に戦ってきた君らには大いに期待している。私には親父に見せた以上の忠誠を見せてくれ。はい。開けておくれ。エルミナ、ザックスだね。ああ。エアリスは？上に。家に連れて帰るよ。あの家はシンラが見張ってる。何度か見に行ったんだ。もういないよ。向こうもそれどころじゃないんだろうね。でもあんたじゃ世話できないだろ。いやそんなことないって。俺ずっとクラウドの。できてないよ。見てごらんよ、エアリスの肌カサカサじゃないか。それにこの汚れ。悪いね。
置き手紙を見て覚悟はしてきたけど、やっぱりこんな姿見るとね。車椅子を借りてきたよ。エアリスを乗せて、クラウドはあんたがおぶって、それで行けるだろ。ああ、行けると思う。それエアリスの。ああ、知ってるよ。あれ？エアリス？どうしたの？エアリス！エアリス！なあ、エルミナ。何だい？何が起こってるんだ？世界が終わる。みんな、そう言ってるよ。エアリス。ミッドガルってどっちかな。方角的には東だ。向こうだな。お母さん元気かな。俺が会った時は元気だった。心配してたけどな。親不孝だね、私。事情を話せば分かってくれるさ。説明大変そう。汗かいた。偵察はどうだった？異常なし。ついでにマテリアもなし。マコールに着く前にとっ捕まえたからな。ねえ、早くマコールへ行こう。クロマントたちはもうマコールに行っちゃってるよ。あれがこれるのか。
あのクロマントの人たちって何なの？シンラの犠牲者だ。へえ。じゃあ私たちウータイと一緒だ。え？どういうこと？ウータイはね、シンラにあちこち爆撃されて、街もみんなもボロボロにされて、その上インチキな条約を押し付けられたんだ。冷戦はウータイも歓迎したんだ。ジジイたちも勝手に受け入れたんだ。昔から国のことを全部決めてて、みんなおとなしく従ってきたけど、こればっかりは不満爆発。そんな怒った国民が期待したのがグレン大佐とその仲間たち。元ソルジャーで脱走兵のサンバガラス。初耳だ。錆びついた足かせみたいなしきたりをぶっ壊してウータイを元気にしてくれたんだ。そこに大佐たちが信頼するスフール総督って人が合流して革命が起きたってわけで、暫定政府が誕生したの。革命か、やるじゃねえか。どうして暫定政府なの？本当の政府はシンラとの戦いが終わってから国民全員で選ぶものだからって。だからね、私たちは暫定が取れるように頑張ってるわけ。燃えるっしょ？シュシュシュ。どうしたの？置いてくよ。考えろ。俺たちは先に行く。その言い方、また来るよ、ウェポンちゃん。それまで元気でね。ウェポンってのが現れる。シンラが星を追い込んだってことだよな。つまりアバランチの主張は正しかったってわけだな。そうだろう。ああ、
機の原因はシンラだけじゃない。セフィロスだね。うん、行こう。星を助けないと。羽橋だ。下げないと渡れない。どうしよう。なんで？バレット、何か知ってる？あそこにある操作室で発射を下ろせる。どうやって行くの？炭鉱を通る。長いことほったらかしだから中がどうなってるかわからねえ。おい、橋下げてやっから。ちょっと待ってろ。おい、クロードか。かもしれない。しばらく休んだ方がいい。クラウドは休ませて、私たちで橋を下ろしに行かない？うん、そうだね。そいつで連絡するからよ。それまでゆっくり休んだろ。よし、そんじゃ出発。